見えないことをね言うのって言い訳しているような感じだから、もうほんとね嫌なんですよ。運動のモチベーションにやっている、TikTok だったり、ショート動画っていうのは、これからもね動画投稿はしていくんですけれども、自分のためにやっていることなのでね。あ、そうだ、最後にっていうか、まあ今の体の状況についてかな、話をしておこうかなと思います。今まで楽しく動画を見てくれてありがとうございました。皆さんこんばんは、スフィアリアです。はい、ということで、今回はですね、まあ大事な話というか、報告になるので、まあ話をしていこうかなと思うんですけれども、正直言ってこの話をねしたくないんですよ。うん、っていうのも見えないね体の症状を言ったところで伝わるわけもないし、俺自身も見えないことをね言うのって言い訳しているような感じだから、もうほんとね嫌なんですよ。うん、だからまあそのね細かくね、まあ動画、投稿してもよかったんだけど、まあ実写動画が少ないっていうのは、まあ俺自身なんか言い訳しているような感じでね、すごく嫌だから、まああんまりこう雑談の動画とかメインでねこうやってこなかったっていうところがあるんですけれども、まあね冒頭に言った通りなんですけれども、今年、今ね取りだめがいっぱいあるんですけど、ゲーム実況のそれが終わり次第もう、ゲーム実況の、動画投稿はストップします。もう完全にやります。うん、っていうのも座ってられなくなっちゃったんですよね。そう、5分10分もう座ってるともう痛くなってしまうというところで、もうねゲーム実況だと、30分とか1時間とかね平気で座ってることの方が多いんで、それをまあ編集してまあ30分ぐらいのね動画になっていると思うんですけど、本当にね30分も1時間も座ってらんないんですよ。そんなに本当無理。うん、そこまで座ってるともう激痛になっちゃって、もうどうしようもなくなっちゃって、でもう注射打ちに行ったりとか、あとはその薬を飲んだりみたいなことになってしまうので、もうゲーム実況は今の取りだめが、あと少しぐらいあるので、今、4月でしょ、だからまあ6月、7月ぐらいで、うん、多分終わるんじゃないかなと思います。なのでもうそれで、メインの、ゲーム実況は完全にストップと、うん、いうところで、まあもちろんね、今、運動のモチベーションにやっている、TikTok だったり、ショート動画っていうのは、これからもね、動画投稿はしていくんですけれども、自分のためにやっていることなのでね。なのでまあ、それは継続していくんですが、ゲーム好きなのにね、やめたくないっていうのはすごくあるんですけど、まあ、自分の体をね、大切にするって考えたら、まあ、やめざるを得ないのかなと、うん、いうふうに、思うので、はい。で、もしかしたら今後、こういうね、実写動画は上げるかもしれない、メインで。うん。ゲーム実況の代わりに、ね、これ美味しいよね、とか、なんかそういうくだらないね、動画をね、サブチャンネルでやってたような、動画っていうのをメインで、今後ね、やっていくかもしれない。それだったら、まあ、5分、10分ぐらいの、ね、収録だけで済むので、まあそういうところで、まあ自分の趣味だったり、好きなことだったり、あとはおすすめのものとか、そういうのをね、ちょっと紹介していけたらなと思うんですが、まああんまりね、編集しているのも厳しいので、まあね、こう、字幕がなかったりとかするかもしれないんですけどね、見苦しい動画になるかもしれないんですけど、まあ良ければね、見ていただけたら、すごく嬉しいなと思います。サブチャンネルもね、ちょっとここ最近やれてなくて、うん。またね、ちょっとこう痛みが悪化してしまって、やれてないので、またちょっとね、動かしていこうとは思うんですけれどもね。うん。サブチャンネルは何も変わりません。今やっている、自分のためにやっている英語の勉強と、たまにあげる、実写動画っていうような感じになると思うので、もうその辺は変わらないんですけどね。はい。ということで、あ、そうだ、最後にっていうか、まあ、今の体の状況についてかな。話をしておこうかなと思います。2週間ぐらい前かな、うん、の時に、2週間前の月曜だったかな、ちょっとね、覚えてないんだけど、急にね、体が震えるような、足の、
膝から下の激痛、そう、ふくらはぎのなんかよくわかんない激痛と、それからなんか刃物を刺してるような痛みで、あと、あれなんだっけ名前が出てこない、足首ね足首は出てこなかった、足首のなんか激痛と、それから足の先にかけて、足の先、指まで痛いのよ。で、なんか足の裏になんかね、ポットでお湯沸かしたやつをこうばらまいて、その上を歩ってるような、本当にね熱いんだよね足の裏が。で、しかもなんか踏んでないのに尖った石をこう踏んでるような痛みがすごくひどくなっちゃって、もう歩けなくて、で、まあ通院してみてもらったら、まあ、腰椎分離症からの、座骨神経痛だねっていうことで、まあブロック注射、神経ブロック注射っていうのをね、こう打ったんだけど、で、まあ、それ打ったんだけど、なんかね、確かに軽く、少し軽くはなるんだけど、なんかね、なんかあんまり効いてる感じがしないというか、確かに打ってなんか重さみたいなのはかなり緩和されるなって感じなんだけど、なんか痛みがね全然取れなくて、で、まあ夜、その週ね、夜1週間丸々ほとんど寝られなくて、そう、寝ても1日1時間2時間とか、そんなレベルでもう目が覚めてしまうと、いうところで本当に寝られなくて、でも土曜日にもうちょっと睡眠薬くださいっつって睡眠薬もらってきて飲んで、で、まあちょっと少しね寝れるようになったんだけど、で、まあそういう状況が続いてて、で、もうなんかそっからね、もうなんか足の調子が本当にね、いつも以上におかしくなっちゃって、なんかふくらはぎの激痛と重さと違和感がもうなんか意味わかんない痛みになっちゃってそう、で、もうほとんど家にいても寝ていることが多くて、好きな音ゲーとかもあんまりやれてないし、あとね、車もね、この間の動画見てくださった方は知ってると思うんだけど、車も、手放したと。やっぱりね、アクセルからブレーキに切り替えることができない時があるのね。で、それがいつどこでその症状が重くなるかわからない。人が出てきたタイミングで急にその症状が出たら、ブレーキ踏めなくて人引いちゃったら終わりだよね。だから、まあそういうところを考えて、俺はもう、そのね、車検の時に車はもう手放した、っていうような感じなんで、だから本当にね、ドライブすごく好きで、で、まあカラオケもね結構大好きなんで、ね、こう車に乗ってさ、歌いながらねやるのが好きだったんだけど、もうそれすらもね厳しくなってしまったので、なんか家にいてもね何の楽しみもないっていう状況になってます、今のところ。寝てることがほとんどで、もちろんずーっと寝てるわけじゃないんで、体調がいい時はパソコンいじったりとか、音ゲーちょこっとやったりとかねしてはいるんだけど、ほとんど横になってることが多い。ゲームやってないしね、ほとんど。だからまあそういうところもあって、もうなんかゲーム実況はまあできないなっていう、で、まあ医者の判断としてはやっぱり分離症で、まあ手術をする人いないよねっていうふうに言われて、で、まあ痛みとみんな付き合っていくしかないんだよねって、そのなった時、俺がなったのが中学校ぐらいなんだけど、その時に治さなかったらもう治んないよと、いうふうに言われちゃってるんで、やっぱね、こう自分がね、たかだか腰痛と思ってバカにした罰だよね。その時にちゃんと、診察を受けて、ちゃんとした対処をしていれば治ったんだけど、まあそもそも、俺が最初に行った病院、前にも話したことあるかもしれないんだけど、最初に行った病院さんが、もう行った時に、じゃあ注射打とうね、薬出しとくね、みたいな感じだったんで、その後に、今別の病院に行ってるんだけど、そこで、いや、それでもね、ちゃんとね、コルセットをしておけば、治ったかもしれないよねって、やっぱ、言われたんで、最初のね、その病院さんが悪いって言うとちょっとあれなんだけど、やっぱりね、その、お医者さんのね、それぞれの判断もあるんで、だからまあ、一概にね、そのお医者さんが悪いとは言えないんだけれども、もしかしたらそのお医者さんが正しかったかもしれないしね、やっぱり、
ね、見て、あ、これはもう、ね、なってからしばらく経ってるから無理だなっていう判断だったかもしれないから、それはもう言ってもね、しょうがないんだけど、うん。だからまあ、ね、本当に、一個の病院だけではなくて、いろんな病院に行って、セカンドオピニオンってね、あると思うんだけど、やっぱそれはやっぱすごく大事だなって、今になって思ってます。うん、もう、ね、十何年以上前の話だけどね、十何年じゃ聞かないか。20年以上前か。うん。あ、そうだ、20年以上前か。うん。中学校?そっか。なんでね、もう、しょうがないんだけど、本当ね、皆さんもなんか、ね、胃の調子が悪いとか、ね、たかだか腰痛って思わずに、ね、病院にぜひね、行っていただきたいなと思います。はい。ということで、なんかね、ゲーム実況やめますっていう話だけだったんだけど、なんか、ね、喋るの好きなんで、ついついこうね、話が長くなってしまうんですけど、しかもね、さっきね、お昼ご飯食べたばっかなんだよね。だからさっきからね、ゲプってなってるっていうね。うん。ね、ちょっとこう、空いている時間がね、今しかなかったんで、ちょっと緊急で撮ってるっていうか、うん。なんでね。はい、ということで、まあ、これからもね、ショート動画、TikTok はね、引き続き、動画投稿していきますので、あとまあ、さっきも言った通り、実写動画、くだらないね、なんか、動画っていうのはね、上げていこうと思いますので、なんか上げた際にはね、あ、なんかこういうの好きなんだ、みたいな感じで、見ていただけたらなと思います。それではまたね、次回の動画でお会いいたしましょう。さようなら。